川隆久の国際不動産投資成功塾。皆さんこんにちは。市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆久です。涼子ちゃん、はい、収録はまた1ヶ月ぶりぐらいですかね。そうですね。巷は暖かくなってきて、だいぶそうですよね、はい、もうちょうどねこれを録音してる頃は4月の終わり、そうですね、5月の頭ぐらいですかね。最近1ヶ月ぐらいやっぱり早いですね。早いですね。気候がもう夏になるって感じですね、日本はね。暑くなってきましたよね、まあ、そうなんです。ちょうどね今回この収録前の2週間ほどヨーロッパ界隈に行ってましてね、ヨーロッパ界隈って言ってもドイツからイギリスから最後モスクワに行ってきたんですけど。モスクワに。そう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 。今年ね2月にもドイツ行ってきたんですけど、その時はすごく寒くて日中でもマイナス5度ぐらいで、うわとてもちょっと歩いてらんないなみたいな感じだったんですけど、今回4月はですねなんと25度を超えて暑くてですね、であんまり冷房という仕組みがないんですね。あ、そうなんですね。そうなんです、そうなんです。例えば電車とか安いホテルとかは冷房っていうあれがないので、そういう意味では今回ちょっとねリスナーさんに申し訳ないこんな声なんですけど、あんま分かんないかな、風邪ひいちゃいましてね、ちょっといつもよりハスキーな感じですよねそうなんですよ、風邪ひいちゃって、その理由が暑くて、まあ、特にその冷房もなかったんでその時は良かったんですけど、イギリスに行ってちょっと空港の近くのホテルでそれがたまたま冷房があって快適だなと思って朝起きたら喉が痛いみたいな。そこからイギリスも、ね、27度ぐらいだったのかな、暑くて。暑いですね。そうなんです。で日差しがね、まあ、日本の日差しはよりもなんか強く感じるんですよ、ヨーロッパの日差しの、まあ、アメリカの日差しもそうなんだけど、多分湿気がちょっと少ない分直射日光的なものが強いのか、最近、まあ、慣れてないのかちょっと分かんないですけどね。だから結構ねいつもは風邪にやられることなんかないんだけど、ね、まあ、ちょうどやっぱり、ね、疲れも溜まってたり、やっぱり夜中起きちゃったりね、でそんなこともあって、最後モスクワが気温がね最高気温が3度、雪が舞って、そう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 、すごい気温差ですね。そうなんそうなんだからね、やっぱりちょっと気をつけないとなというふうに改めて思いました。はい、じゃあ始めましょうか。はい、それでは今日の番組始まりです。コーナー、それではリスナー様からの質問に答えるコーナーです。早速今日の質問をご紹介いたします。イギリスの不動産事情を教えてくださいという質問です。市川さんのポッドキャストを知人から紹介していただいてから何度も聞かせていただいています。毎月海外に行っている生の話はとても興味深く楽しいです。さて、私はイギリスに留学していたこともあり、海外不動産の投資をするならイギリスに興味がありますが、今のイギリスの不動産のことを教えてくださいとのことです。はい、イギリスの不動産事情ということですね、はい、ちょうど今回ねイギリスに行ってきまして、で、まあ、ロンドンの近い、ロンドンからほど近い距離、まあ、ほど近いと言っても40キロ50キロぐらいあるんですけど、はい、そこのちょっと、まあ、ロンドン郊外の都市にちょっと縁あって行ってきまして、でイギリスの不動産事情っていうのは日本の不動産セミナーでもですねイギリスの不動産ってたまにあるんですね。 でも どんな不動産かっていうと、一般的なマンションみたいなものっていうのはほとんどなくて、特殊などちらかというと事業投資的なもの、例えば介護施設の不動産、まあ、介護施設ってあるじゃないですか、はい、あれがお部屋ごとに分譲されてるみたいな、例えばよ。ただまあ全体的には収入源は、まあ、家賃、プラス、まあ、その運営費みたいな形で利益を上げていって、でそれを、まあ、オーナーさんに返していくというようなパターン、もしくは学生寮みたいなですね、学生が入るんだけども、まあ、全体の稼働率で返していくと。でそれを、まあ、イギリスの場合は建物を建てるときに
その事業主に対してなかなかあの銀行がお金を安い金利では貸してくれないんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです、そうなんです。あの、まあ、大手デベロッパーっていうものがあんまりいないっていうのもあるんだろうし、そもそもイギリスという国が、まあ、そういう、歴史的背景があるのかどうかはちょっと詳しくはわからないんですけど、ちょっとそんなこともあってイギリスって結局その建てるときにお金が結構必要なんで、建てる時点で投資家にお金を集めて、で、まあ、例えば半分ぐらい、物件価格の半分ぐらいもらえば、その土地代の一部と、あと土地代と、まあ、建築費の一部を賄っていけるみたいなような形で、それに対して払ってくれたお客さんには金利で返すみたいな感じなんで、それでも 5% ぐらいのお金をその期間も投資家に返すみたいな、そういう仕組みがあってね。だそれって、じゃあ 5% よりもやっぱり高いってことなんですね、銀行がですよ。でも僕はあの会社の社長やってて、銀行の金利で、そういう資金でですね、金利が 6% 7% 8% とか言われちゃうと借りにくいよね。そうですよね。うん、やっぱりなかなかそのすぐ返せるめどが本当にあるならいいんだけど、というようなこともあるので、あのイギリスのなんだろうな、供給側の事情からするとちょっとそんなような仕組みのものも結構あったりしてというのがありますと。でイギリスといえば、まあ、首都はロンドンですよね。でロンドンは世界一高い都市に近いと、まあ、ロンドンより高いところは香港とかね、モナコとかね、そういう都市はあるんだけども、まあ、その次ぐらいに来るかな。だからニューヨークよりも高い、東京よりも高いという状況になってて、でイギリスはね、人口が増えてるんですよ、はい、あのやっぱり移民を受け入れてたり、まあ、EU、それがきっかけで EU 離脱するって話にいろいろなりかけてたりするんだけども、そういう中でロンドンが世界的な都市なんで、人も集まってくる、お金も集まってくる、家賃も上がる、不動産価格も上がる、とても街中に住めない。だからそうだな、まあ、東京23区にロンドンを匹敵しようと思うと、まあ、僕はだから30年前ぐらいにバブルがありましたねと。でちょうどその頃も東京の近いところはもう高くなっちゃって住めないと、このままいくと1億円になっちゃうんじゃないかなというぐらいになって、みんなどんどんこの奥の方、奥の方、郊外に行きましたと。で日本人一生懸命、まあ電車で通勤します、しますと、はい、でまあその当時で2時間ぐらい、まあ、できれば1時間半ぐらいの通勤圏内に住みたいと。そうすると普通に埼玉、千葉、神奈川には当然行くわけですよ。そうですよね。でそういう実態が今起きてて、ちょうどその僕が行ってる町なんかは中心地から、まあ、40キロとか50キロとかってことになると、まあ例えば埼玉県で言えば大宮よりも北、神奈川だと横浜よりも、もう、もうちょっと戸塚とかね、で、千葉だったらもう千葉市を超えるかなぐらいのような場所にやっぱり供給がされてて、それがそうじゃないと普通の人が買えないというような状況に今なっているのがロンドンということなんですね、はい、だから不動産投資をね、するという観点からするとロンドンはもう利回りも低いのでほとんどおすすめはしてないんですけど、通常の、不動産の今の上マーケットはどうなっているかというと、都心が高いです、郊外に広がってます、で郊外でそこそこ安い物件、まあ、例えば3000万ぐらいで買えます、というものに関してはやっぱり売れていってるわけですよ。それでそれが4000万にも上がっていくだろうし、遠い将来なのか近い将来なのかわからないんだけど、そうね、人口が減ってきたりすると東京と同じようにまた都心回帰みたいなことが起きるかもしれないんだけども、はい、そんなような状況がありますと。で、かたや、そうなるとどうなるかというと、ロンドンが高いからロンドンじゃないところにやっぱり移り住むという人も結構いてね。でその移り住むというのは例えば、北の方に行くとマンチェスターという都市があります、リバプールという都市があります、バーミンガムという都市があります。そういうのを考えるとそこら辺というのはですね、一回あの1900年代の後半ぐらいに産業がちょっと停滞して、でちょっと没落した感があって不動産も放置されてて、はい、で今となって結局ロンドンが高いからとか、もうロンドン住めないからそういう第2第3の都市に最初から行こうと
ような人たちも結構多くて、まあ、それはあのイギリス国民のみならず海外の人たちなんかも含めてそんなような流れがあってね、そこら辺がはまだ価格を見ると全然もうロンドンの4分の1とかね5分の1ぐらいで買える、まあ、いわゆる普通の人たちが買えるぐらいという値段なので、まあ、そっちに流れ込んでるかなということなので、はい、そっちに関してはね極めて真っ当な投資ができる、利回りも 6% ぐらい回るし、で値上がり期待もできるし、ただ融資の制度がなかなかあのイギリス自体にないので、外国人投資家に対して融資をしてくれるっていうのはイギリスはなかなか難しいので、こうキャッシュで買うとなると結構まあ3000万4000万の普通にそうは言ってもしてくるので、あの簡単ではないんですよね。だからまあでもそんなような事情の中で考えたら、まあ普通の不動産を買う分には全然イギリスはもうやりだと思いますし、ただ特殊なそういう事業投資みたいな学生寮とか、ケアホームみたいなものを投資するときに気をつけなきゃいけないのは、それはまあ前かぼちゃの馬車で話したかもしれないけど、結局事業投資みたいな運営力によって差が出ちゃうので、やっぱりそのあたりはね本当に気をつけて投資を選んでいただきたいなと、まあ、なかなかねこれね気をつけたところであの難しいんだけどね、でもそれ、はい、要するにあの飛んじゃうこともあるよ、お金が入ってこないこともあるよっていうのはあるので、安易には飛びつかない方がいいかなという気はします。ただまあ本当に信頼できるものであればそれはそれでイギリスという国含めて十分よくあるかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。吉川亮子の調べてみました。調べてみました。吉川亮子の調べてみましたのコーナーです。今回はアメリカのテキサス州について調べてみました。市川さん、今回はテキサス州ということなんですけれども、もちろん行かれたことはもう仕事でもそうですよ、ね、しょっちゅうどのくらいかな、年に3回ぐらい行くんじゃない。もうベテランですよね。もう普通は行かないよね。でもね、まあそうですよね、うん、どういったイメージが市川さんの中ではありますか僕のイメージだと思って知りすぎてますけど、一般的に言うと、はい、ステーキですよ。ステーキ、そうですよね、うん、では改めてまず基本的な情報をお伝えしたいと思いますが、全米50州の中にテキサス州というのがあります。アメリカ合衆国本土の南部にあり、メキシコと国境を接している州ですね。以前ご紹介したフロリダ州とスケールが違って、広さ人口とも全米第2の州だということですね。州都はオースティンで、テキサス州最大の都市はメキシコ湾に近いエリアにあるヒューストンです。ヒューストンは人口の多さでも全米第4の都市だそうですね。このテキサス州の都市ですが、人口の多い順に言いますと最大の都市が先ほど言いましたヒューストンです。第2位はサンアントニオ、第3位はダラス、そして第4位が州都のオースティンだそうです。第1位から第3位までの都市はいずれも人口が100万人を超えていて、この3都市は全米の上位10都市にランクインしているそうですね。そうなんですね。はい、アメリカってね、あれだけ広くて人口も3億人以上いるから、結構100万都市って多いかなと思いきや、そうでもないんですよ。そうでもないんですか。 だけどその中でだって100万人超えててベスト10に入っちゃうってことでしょ、はい、だから100万人超えてる都市がいくつあるのぐらいの話だから、そういう意味ではテキサス州の中にすごく人が多いなということが分かりますけど、これそうですよね、うん、人口ナンバーワンはカリフォルニア州だからね、はい、だからまあそれはそれで当然今エンジェルスの大谷君がいるカリフォルニア州ですよ、はいね、だからそうなんだけど、非常になんだろうなちょうどねオースティン、ダラス、ヒューストンってだいたい400キロぐらい離れてるのかな。だから東京大阪よりはちょっと近い。前行った時にダラスから車でオースティンに行きました、はい、で、ただダラスから飛行機でヒューストンには行きましたと、まあ、車でも行けなくはないんだけども、まあ、結構ねその隣ぐらいの感覚の都市なんだけど。あ、そうなんですね。でも向こう行ってみると500キロ離れてますよみたいな。
日本とはまた全然違うんで、はい、でね、気候が違うんだな、これが面白いことに。気候が違う、ヒューストンって海沿いなんですよ。この間去年か、ハリケーンの被害で洪水の被害で結構大変だったんだけども、ちょっと湿気もあってね、結構ジメッとした感じがあって、まあ、日本人的に言うと非常に合うなと。でダラスは、まあ、内陸の都市なんで、はい、夏は乾燥してるけど暑い、冬は乾燥してるけど寒い、ちょっと個人的には体質的には合わないかなみたいな。そうなんですね、うん、でも人はどんどん増えてるので、とにかく、まあ、何もなかった時代からすればね、非常に発展してるなというようなことを感じますね。ここまででもスケールの大きな州だということがよくわかりました。また次回もテキサス州についてお話ししてみようと思います。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。